ップ頑張りです。本日は、ジョーダンイレブンの、ブレッドがね、まさか本日ね、12月19日に発売ってことで、ね、でナイキ原宿でまさかのゲリラ発売風味かもしれない運転なんじゃないかな感なんで、本日ちょっと並びます。はい、まあ、今朝ねたまたま携帯なんて言わないか、iPhone っていうのがみんな今日、ね、見たら抽選販売って書いてあったんで、ちょっと抽選に参加していこうと思います。どうなんか並んでる感ないっすね。全然並んでないな。ガラガラですね。はい、どうも、頑張りです。はい、ということでね、ちょっとナイキ原宿並び終わって、420人ぐらい並びがいまして、でジョーダンイレブンの、ブレッドが300足の用意で、モアテンが、90足の用意だそうです。はい、ということでね、ちょっと電車、あんな電車の音が入っちゃいまぐり風味かもしれないんじゃないかな感じで、並びもすごいサクサクと並んでて、サクサクと、まあ、抽選の進み方も早くて、もう15分ぐらいで終わっちゃったのかな、10分とか15分ぐらいでしたね。はい、ということでね、まあここまでやって買えなかったら買えないで、もうそうっすね、まあ悔しいっつうか、まあ仕方ないんですけど、でもまあやれることはやったんで、このジョーダンイレブンに対してもう本気でぶつかってったんで、まあ悔いはないかなー感っすね。プガバリです。ということでね、本日ね11時頃に、ナイキ原宿から返信の連絡が来まして、見事ね今回、購入することができました。はい、こちらですね。はい、ジョーダンイレブンの、ブレッドですね。はい、すごい欲しかったモデルなんでね、すごい、なんですかね、もう、なんつっていいか分かんないんですけど、また、商品、紹介の時に、また、ぐだぐだと喋ります。はい。いやー、ほんとよかった。朝、早起きした回があった風味なんじゃないかな、かもしれない、点じゃないかな、感ということで、本日は、ジョーダンイレブンの、そうですね、抽選へ行ってきた様子をお伝えいたしました。以上です。どう